ください。とりあえず出していきましょう、ね。コンビでオリーブを見てるものです。よろしくお願いします。面白いですね。お願いします。ということレコライダー、はい、ということでね、新ヤクルチャリブです。お願いします。ありがとうございます。僕が赤坂圭一と言いましてね、こちらが宮城県のこれからを見守るヒーロー、これからライダーさんです。夜中になると大声を出したくなります。大丈夫大丈夫、病院行った方がいいんじゃないの。大丈夫です。大丈夫大丈夫って言ってるの。大丈夫じゃないやつなのよ。もうすぐ病院行こう。これは本当に大丈夫なんですから。それよりも聞いてほしい話がありまして。どうしたの。私ハンバーガーショップをオープンさせたいんですよ。ハンバーガーショップ。そうなんです。名前はこれからバーガー。お絶妙にダサいね。これからバーガー。看板も決まっていて。看板決まってんだ。こうです。ああ、アルファベットの K だ。これこれからバーガーの K だね。違います。え、カーネルサンダースの K です。フライドチキンのお店になっちゃうよ。カーネルサンダースだったらフライドチキンのお店になっちゃうから、これからバーガーの K でいいでしょ。なので今日はこれからバーガーをオープンさせた時のシミュレーションをしたいので、赤坂さんはお客さんとして来てもらってもいいですか。あ、行けばいいのね。分かった分かった。ウィン。いらっしゃいませ。お客様。近い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 。お客様何名様ですか。近い近い近い。お客様何名様ですか。あんまりファストフードで何名様か聞かないよ。確かに。うん、聞かないか。カウンターカウンターをしてもらいます。お客様いらっしゃいませ。お、当店でお持ち帰りですか。どっち当店でお持ち帰りですか。あ、間違えました。え、店内でお召し上がりですか。あ、店内でよろしくお願いします。そうなんですね、うん、珍しいですね。珍しくはねえだろ。一定数いるだろ、店内で食べていく人。ご注文は決まりですか。ご注文ね。なんかおすすめあります。おすすめですと、ラッキーセットがおすすめです。ラッキーセット。はい。それどんなセットなんですか。こちらはハンバーガーとポテト、あとお好きなドリンク一つと、おまけに1万円札がついてきます。1万円札。はい。ラッキー。あ、でも待ってください。はい。それいくらなんですか。690円です。ラッキー。買えば買えほど儲かるよ。それじゃあラッキーセット一つください。ただいま取り扱いを中止しております。なんでおすすめしたのよ。採算がね、取れないので。でしょうね。やめて正解だから。なんか他におすすめない。他にはお店の名前になっております、これからバーガーなんかがおすすめです。あ、これからバーガー。モスバーガーでいうモスバーガーみたいなことだ。そうですね。あ、いいじゃん。じゃあそれ1個ください。これから商品開発をするのでまだないです。おめえ何言ってんだよ。ないの。なので、これからバーガー。やだよ。うまいこと言ってないからね。ねえ、なんか違うの。あるもんちょうだい。あるもの。あ、あるものですと、チーズにこだわったチーズバーガーなんかがあります。あら、美味しそうじゃない。はい。でもそれは本当にある。これは、あります。最後みたいに言うな。おぼかたさんみたいに言ってんじゃないよ。おぼかたーす。おぼかたーすって言わない。おぼかたさん、それで自己紹介しないから。おぼかたーす。しないから。しない。しないでしょ。チーズバーガーあるのね。チーズバーガーはあります。じゃあそのセットください。セットですか。かしこまりました。ドリンクはテキーラでよろしかったですか。あ、よろしくないですね。見たことあるテキーラショットで行ってからバーガー食うやつ。あ、ショットじゃないです。ジョッキで。ジョッキ。はい。テキーラ、ジョッキ。はい。肝臓4つあるやつの飲み物じゃん、それ。まあ、コーラ。コーラですか。コーラ、かしこまりました。コーラの方がサイズが3種類ありまして、1つが3つ。ラジャ、マツコとあります。おー、ドリンクのサイズ、お姉タレントの体型で表すな。どちらにいたしますか。あー、じゃあいっぱい飲みたいでマツコでお願いします。一番量が少ないのがマツコになってます。なんでだよ。一番多そうだろ、マツコが。一番多いのは3つでございます。3つが一番多いんだ。まあ、じゃあ納得いかないけど、じゃあ3つでお願いします。かしこまりました、はい、それではご注文の方を繰り返させていただきます、はい、ザルそば。頼んでないです。あんのっていうか、チーズバーガーのセット。あ、チーズバーガー。あ、チーズバーガー。申し訳ございません、再度繰り返させていただきます、ザルそば。頼んでないから。ないでしょ、そば屋じゃないんだからさ。すいません、もう一度、もう一度繰り返す。ザルそば。わざとだな。最後はわざとだな。ケンナオコみたいになりやがって。生卵の関係ないだろ、生卵は。ケンナオコ。ケンナオコもそれって自己紹介しないの。しないでしないの。チーズバーガーのセットください。かしこまりました、チーズバーガーのセットですね、注文入りました。チーズバーガーセット一つお願いします。俺これだ。それやめた方がいいよ。それやりたくなくてバイトが辞めるからさ。ただいま当店ではキャンペーンを実施しておりまして、私にじゃんけんで勝ちましたら、商品のお値段から1割引きでご提供となります。あ、安くなるんだ、じゃんけんで。はい、挑戦しますか。やる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 。それでは早速いきましょう、うん、じゃんけんポン。あ、負けた。残念、お客様こんなじゃんけんにも勝てないダメ人間、ほんとクズですね。ダメ人間、ダメ人間、来世もきっとダメ人間。負けた時にこんな代償があるなんて聞いてないぞ。お会計300円になります。おお、ただでさえ安かったらこんなじゃんけんするんじゃなかった。
それではですね、うん、こちらの方お持ちになってお待ちください。あ、これ何ですか、番号札か何かですか。いや、当店の空調のリモコンです。あ、大丈夫これ持ってて大丈夫僕が。それでは、空調のリモコンをお持ちのお客様。あ、よかった、すぐ呼ばれた。あ、呼ばれたわけじゃなかったんですね。使うんであれば持たせない方がいいですよ、これ。それでは次、太ったメガネのお客様。もう身体的特徴のようなこんなもん渡すな。渡すな。お待たせいたしました。もうこちら、ザルそばでございます。ザルそばを頼んでないのよ。ちょっと待ってよ。はい。ちょっと待ってよ。全然バーガー、ハンバーガーショップできてないじゃん。できてない。できてないよ、最終的にザルそば来たんだからさ。できてました。できてない。できたって言ってたろ。できたなんて言ってたろ。一旦病院行くわ。そうだな、もう終わりにしよう。どうもありがとうございました。